はい、天才社会です。今日はですね、多くのこの、なんですかね、ジュニアの中の、セカンドグループ。セカンドグループっていうのは、外シード、大体8位以下から、大体この5、60位ぐらいですね。なんかこう上に上がりそうだけど、なかなか上がれないとか。さらにちょっと下のレベルも同じなんだけども、その辺のレベルって、なんですかね、こう、相手にボコボコにやられたっていうんじゃないでしょ。なんか、自分から攻めていって負けてるっていうパターン多いですよね、なんかね。なので、そのグループが早く、なんとかね、勝ち上がってね、上のトップに近づくにはどうすればいいのかっていう、まず課題点ですね。課題点の一つですね。できるだけレッドゾーンに入らないボールをこう打つということですよね。まず、なんですかね、ボールが浅いっていうことがまずまずいんですよ。相手に攻められるからね。だから、やっぱりこう深いボールを打ち続けるっていう意味で、やっぱりレッドゾーンはできるだけ外してもらった方がいいんじゃないのかなと、こういうふうに思うんですよね。で、その次はですね、7割ぐらいの、全体の陣内のね、7割ぐらいが大体センターのね、ランウェイ A っていうところにボールが落ちるのね。だから、なんでね、そのランウェイ A に落ちたボールに関しては速やかにコーナーに展開できる。つまり空間のオープンコードが作れるとこういうことになってくると思うんですよ。で、そこで多くがコーナー攻めたい時にサイドアウトしてんのね。とか、コーナー攻めようとするとまた真ん中に行っちゃってる。大体このセカンドグループ、だからランキングで9位から5、6位、10位ぐらいの自由にやって、その辺多いんじゃないの？なんかこう、コーナー打ったらミスしてるとかね。で、コーナー制度、やっぱりコーナーにやっぱりこう、重いボールがちゃんと打てないと、ということになってくるんですよね。で、次にもう一つね、あるのは、そのコーナー打たれた時に、そこの、位置で安定しているかってことですね。まだコーナーの、左右振られて、コーナー打たれて、で、そこでなんていうのかね、安定しているかということですね。で、安定していれば、そこからさらにボールを、例えばダウンザラインとかクロスとかっていうふうに、こう打っていけるんだろうけど、そこでみんな、あーって崩れちゃってるから、スライスでカットしてるっていうかね。で、そこでなんかこう、スライスかスライスロブかでこう逃げてって、うまくこう、なんていうかね、どういうんですか、ゲームをこう、うまく、なんか、私に比べれば逃げるというかね、逃げ方がうまいのがなんか、今のところ勝ってるっていう感じで、そこをこう、反撃して切り崩していくっていうのが少ないから、なんていうか、全国への道をやっぱり考えるんだったら、そこをカットで逃げるんじゃなくて、そこでさらにこう、リセットして組み立て直しされる、っていう技術がね、もうちょっと急がれるんじゃないのかなと思うんですよね。で、そのためには何をクリアしなきゃいけないかっていうと、左右振られた時のフットワークの安定、これですよね。コーナーでの安定っていうのがまずいるかなと。だって崩れたらいいボール打てないもんね。やっぱり地面しっかり踏んでそこから打たなきゃいけないから。だからコーナー打たれてからのこの切り返しというか、打つためにやっぱ安定いるのかなと、いうことですよね。で、さらに、もっとそのもう一つ上を目指すんだったら、そこからこう打たれてから、さらに打たれても、そこからまたこうリセットし、し直せっていうか、相手がそのチャレンジないし、カウンターできたボールに対して、もう一回どんなボールが来ても、コーナーに来ても、こう、リセットしきれるっていうか、もう一回ラリーにリセットできる力っていうか、そんなとこじゃないのかなと思うので。1月のね、後半はクロスとか、クロスのボールをね、しっかり、またクロスに展開できるっていうのまたこう、反復練習やるんで、一回ぐらいの、下の概要欄見てもらったらわかると思うんだけど、そこでのクロスからクロスへの切り返しっていうのをね、もうちょっと頑張ってね、やった方がいいんじゃないか。多分でもね、これはね、反復練習できるんだけど、やっぱりそこで正確な、なんていうのかな、フットワークっていうか、それができないと多分厳しいかな。で、その中で多くがね、私ずっと調査したんだけど、股関節動いてないんだよな。股関節の動かし方がね、ちゃんとできてないのね。これすごかったよね。だから結局コートカバーできないっていうか、そんな状態になってるんですよね。なので、多分股関節周りが動かない子っていうのは、おそらくコートカバーできないから、いくら、左右振られても、例えば、車で、行ったらね、この前輪のこうステアリングね、タイヤがしっかりこう回る角度があるからキュッと回れるけど、前のタイヤが動かなかったらこう曲がらないでしょ。そのまま壁にドーン当たっちゃうでしょ。それと同じように、やっぱりこう、
ちゃんとこう、車でいうステアリングが回る、足が、あの、足回りがちゃんと、なんていうんですかね、あの、回る、車、あの、船で行った舵がちゃんと動くって、舵が動かなかったら、まあ、船も回らないでしょ。だから、舵が動かない状態の子が多いということなんですね。これはちょっと大変なので。だから、機能的に考えたら、体のね、その動かない部分は特定した方がいいんじゃないのかな。そう思うんですね。それができたら多分、あの、かなりコーナー精度は良くなるかな、と、こういうふうに思うんですよね。その辺をね、しっかりクリアすれば、だいぶ良くなってくると思うんですよ。で、多くがその辺にちょっと気がついてないのかな、という、そんな感じがするんですよね。なので、なんですかね、まあ、わかんない方はね、うちの方にまた連絡いただければ、まあ、簡単な範囲はね、ちょっとお答えはできるとは思うんだけど、できたら、ある程度打てる子は、こう、練習会とか来てもらったらね、その辺ちょっとわかるんだけど、あともう一つ、その中にね、それ以前にね、もっと下のレベルよ。もっと下のレベルになってくると、やっぱりね、ボール飛ばないとダメだね。飛ばないってのは、パコパコ打てっていう風なこと言ってんじゃないのね。やっぱりその、コースつくっていうことになってくると、やっぱりこう逆に言えば、コーナーから、ボール打たれるとすると、ストレートとクロス方向あるでしょ。すごいこれ、角度がワイドなのね。で、ボール飛ばない子って、こう、ボール落ちてから止まっちゃうのよ。極端にはポーンと、ピッと止まるわけじゃない。ということは、相手はもう完全にボールが伸びてこないから、もう止まってこう待ってるわけじゃない。そっから、スコーンってコーナーから打たれるんで。申し訳ないけど、ボール飛ばない子が角度つけると、どんなことになるかというと、倍返しをされちゃうということになってるのね。だからもう勝ちようないのね。だから、ラリー力でちゃんとボール飛ばせるって、パコパコ打てって僕わけじゃないのね。落ちてから、やっぱりボールがコンとこう伸びるっていうか、ワンバウンドした後ね、だから、ボールが空中飛んでる時は速いんだけど、落ちてからなんか伸びないっていうんじゃ困るのね。落ちてから伸びるっていうボールをやっぱりこうちゃんと作んなきゃいけないのね。で、まあ、そのための、まあ、ちょっと、ボールしか飛ばすためのストロークをね、まあ、ちょっと今動画、ちょっと、編集する時間がなくなってきたから。ちょっと厳しいんだけど、トークばっかりなってるけど、やっぱりこう、昔と比べて今のストロークってすごいフォロー数長いから、それのね、やっぱりこう、習得というか、打点を前に取って、しっかり前をこう、ボール潰し切るというか、しっかり打てるっていう風なものが、やっぱりないとボール飛ばないんですよね。だからもうそこをやっぱり、押してからちゃんとコンとこう伸びるようなボールをこう、打てるように、ちょっとそれポイントをね、押さえて練習してもらった方がいいんじゃないのかな。ほぼほぼそうなってくると、その、なんていうのかな、もう連結能力っていう部分になってくるのね。筋肉と筋肉が、こう、うまくエネルギーを加えていくっていうか、まあ、だから、まあ、動きにこう、流麗さがあるっていうね。まあ、だから、一般に言うか、パッと見てフォームが綺麗な子っていうのは、大体こう、運動連鎖が、リズム能力と運動連鎖がいいのね。だから、その、運動連鎖が悪い子っていうのはおそらく、そこで筋肉ある子はもう腕っぷしだけでもうグンとこと持っていけるんだけど、そうじゃない子に関しては、やっぱりこう、非力でもちゃんとボール飛ばせる子って運動連鎖ができてるのね。あ、そこがやっぱりちゃんとできて、ちゃんとボールが深くボーンとこう打てたら、いろんなパターンできるんだけど、ボール飛ばないわって、これで勝たしてくれってなると、ちょっとお手上げかなっていう感じなんですよ。そこはちょっとやっぱり、なんていうのかな、ご考慮いただいて。で、でも、いずれはね、体って成長していくからクリアできる。まあ、成長が早いか遅いかの問題も一つあるし、そこに関してはまた連絡いただければね、なんて言うんだろう、お答えはできるとは思うんだけどね。そういう意味で、やっぱりこう、ボールが飛ばせるというふうなことでね、なんていうのかな、クリアしてもらえばいいんじゃないかなと思うので。で、その、ボール飛ばせることに関しても、やっぱりこう、飛ばない子は私がね、プレイ&ステイでもうちょっと作った方がいいんじゃないのっていうことに関して、やっぱりちょっとなんていうのかな、バッドマークをこう、やられた方もいらっしゃるんだけど、まあ、確かにね、まあ、中にも一つの意見で、飛ばない子は飛ばない子の勝ち方があるんだと。しっかり粘ってして、勝っていけばいいって、こういうふうな話なんだけど、まあ、それも、まあまあ悪くはないですよ。粘るっていうかね。でも、粘って、なんていうかな、まず評価される、ポイントね。ナショナルとかでも、コーチ言ってんだけど、評価されるテニスってどんなのかっていうと、相手にポイントを委ねないってことね。相手にポイントを委ねないってどういうことかっていうと、例えばミス待ちテニスって相手次第でしょ。相手がミスするの待ってるわけじゃない。
じゃあ相手ミスしなく相手だったらどうすんのってことでしょ。勝ち目がないのね。ていうことは自分から相手にポイントを委ねないということは自分からフィニッシュできるってことだから、自分からポイントを得れるということが評価されるテニスなの。なので結局自分からこのポイントを得れないっていうことは相手次第っていうことね。なのでボール飛ばない子がそのミス待ちでやるんでやれば、これ相手次第だから、これどう考えてもミスしない相手だったらこれ勝てないのよ、正直言ってね。でランキングが上に上がれば上がるほどみんなミス減るわけじゃない。じゃあその子だってどうするのってことでしょ。だからよく、いや、ミス待ちでも強いじゃないかとか、プロでもそんな人いるじゃないかって言って、だから、ミス待ちなのか、ミスさせてるのかってまた違うわけですよね。ちょっといろんな話流れながら細工があるんだけど、まあ、それはちょっと、まあ、置いときますけど、いろいろミスするように細工してる人と、本当にミス待ってるのとは違うのよ。ここをね、ここは間違えたら困るね。だから、結局、ミス待ってるだけの子だったらちょっと困っちゃうのね、はっきり言って。まあ、それなりに勝つのかもわかんないし、確かにこれ、ぽやんぽやんっていうのが確かに勝ったのは確かだけど、そのうち消えていくでしょ、はっきり言って。なんか。申し訳ないけど、例えば、なんていうのかな。どういうんだろう。もう元、まあ、そら、もうその辺のね、もう最初に大人になっても、その辺の市民選でね、頑張るんだって言うのは別にいいかもわかんないけど、そうじゃなくて、もっと高めを目指したいっていうのはそうじゃないわけよね。まあね。まあそれは人それぞれの目指すとか違うから仕方がないけど、やっぱり自分評価するまでテニスで言っときますけど、自分からフィニッシュできる、相手にポイントを委ねない、これはもう絶対なのね。どんなにそれで勝ったとしても評価されないから、はっきり言ってそこはちょっと注意してもらった方がいいと思いますね。今日はまあ勝つためのポイントをちょっとお話しさせてもらったんだけど、やっぱりコーナー制度で、コーナーからコーナーの制度すごく大事なので、まあ土日でもちょっと1月結構でコーナー制度とラリー強化やるので、まあよかったらまた見といてもらった方がいいとは思いますので、なんか分かんない方だったらご連絡いただければと思いますね。というわけで頑張ってください。